エブリデイカチューシャのカップリングとかのレコーディングを一人でしてる時に、音楽監督をしてくれてる方が歌詞を渡してきて、なんかこれ今上がってきたばっかりなんだけど、ちょっと仮歌も今入れたばっかりだから、ちょっと一回あっちゃんの歌でなんか聞いてみたいって秋元さんが言ってるから歌ってみてって言われたんですよ。でレコーディングをし終わって、ソロでデビューするよっていうのをお話ししてもらいました。こう歌をもらう前にソロデビューするよとかってはっきり言われると、多分私逃げ腰になっちゃうと思うんですよ。いやー、秋元さんのあれじゃないですか、やっぱ私を分かってくださってるからこそのやり方だったんじゃないですか。自分が一人でっていうのを考えたこともなかったので、だからレコーディングして、でレコーディングにすごいなんかこう悔しいとか思いながら何回も歌い直してる自分とかをこう客観的に見た時にちょっとびっくりしました。でソロデビューって聞いてない前に聞いたので、これめっちゃいい曲じゃないですかって普通に言ってました。私ノリノリの曲でもないかもしれないんですけど、すごく素敵なこう歌詞をたくさん書いていただいているので、歌詞の内容とかが皆さんの心の中に響けばいいなと。どういうとこですかね。なんだろう、やっぱいろいろユニットデビューしているメンバーとかもたくさんいますし、だってソロデビューしている友達とかもいるじゃないですか。でもその子たちとはまた全然違ったこう系統での歌を歌わせてもらうので、歌の内容、その歌の世界観が出していける人になれればいいなと思ってます。でもやっぱり自分のことはまだ女優さんだとは思っていなくて、どうしたら女優さんと言い切れるのかもわからないですし、昇格とかないじゃないですか。女優さんに昇格ですみたいな、こう自分で世界を作っていく、その皆さんと一緒に参加できたっていう、なんか嬉しかったですね。すごい、もちろん AKB のお仕事をやってる時も楽しいですし、でも初めて AKB じゃないところで自分の居場所を見つけられたなって、はい、でも始まった当初も多分性格も何も変わってないんですよ。もともとマイペースだし、多分本当に負けず嫌いだったと思うし、何でもやりたいっていう心は多分最初からあったと思うんです。でそれも今も変わらないと思うんです。それが多分どう表せるようになれたか、自己表現ができるようになった。自分の考えを口に出せるようになったというか、そうですね。でも逆になんていうんですか、そういう環境に立たせてもらってるからこそ、あ、頑張ろうって思いますね。前だって聞こえ出した時はもうグサッとしました。でもそんなにリアルにこう厳しい目で見ている人たちを間近にこう感じたのは初めてだったので、じゃあその人たちにどう理解してもらおうとか、じゃあいいって思ってもらえるように頑張ろうっていうふうにすごい思いましたね。悔しかったです。だから怖いですか、なんでいきなり。どういう人なんですかね。私多分でも
好みとかタイプとか多分ないんだと思います。いや分かんないです。なんか多分本当に好きとかそういう人にはまだ出会ったことがないと思うんですけど、多分でも重たいほどの気持ちは一途ですよ多分。思わないですね今は。夕方の空を見るのがすごい嫌いなんですよ私。夕方ぼーっとしてるのがすごい嫌いなんです。あとお昼、私時間があるとなんか考えて落ち込みます。なんかすごい寂しがり屋なんですよ私。だから仕事してるのが本当にちょうどいいなと思います。今なんか思うんですけど、やっとこう同じ業界で働いてるスタッフさんとかあの芸能人の方とかにやっと AKB っていう存在をちゃんと知ってもらえた気がするんですよ。受け入れてもらえたというか、やっとって感じです。秋葉って何とか、秋葉48でしょとかひっくるめてだったんですけど、今テレビに出るとそれぞれの名前を覚えてもらえてたりするんですよ。それはすごく嬉しいですね。なんですかね。でもライバルとは思わないですよ一切。わかんないです。そういう時期もあったかもしれないんですけど、なんだろう、なんか友達みたいな感じだし、私たちマユケビは誰一人こう作っていなくて飾っていないんですよ。そのまんまでやらせてもらってるので、だから旗から見れば私はなんでこいつこんなマイペースなの、何考えてんだよって多分思われちゃうと思うんですけど、でもそれがもう私なので、AKB は本当に自分が素でいられる場所ですね。ずっといたいとも思うんですけど、なんだろうな、中途半端にいろいろやっていきたくはないんですよ。でももし決断したときは私はその道をもうとにかく全力で、そのもう一つのことをやり遂げたいなと思っているので、せっかくこう応援してくださってる皆さんにこう応援しなきゃよかったとかそういうことは絶対思ってほしくないので、はい、全力でやっていきますよ。もしそうなった時は想像できないですね。なんか卒業した自分は、でもなんか、いつなんですかね。